宇都宮頼綱。宇都宮頼綱は、平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけての武士、御家人、家人。藤原政部宇都宮四五大当主。伊予国主号歴人。家人としても著名で藤原定家との親交が厚く、京都家団、鎌倉家団に並ぶ宇都宮家団を築いた。自称2年、1178年頃、宇都宮行綱の子として誕生。その後、 源、頼朝の乳であった総合にに預けられ、その夫、小山正光の勇士となった。文治五年、1189年の欧州合戦に、喜喜良資料等を従えて従軍し功績を立てる。元久五年、1194年2月には、北条義時の着南混合、後の安時の元服の儀に参列する。元久五年、1194年5月、祖父、 宇都宮摩が、下野国師の野呂行房より、香殿略領、百余町を訴えられ、朝廷によって文後国々不預かりのみと裁定されてしまう。これは、征夷大将軍でもなかった、源頼朝が、名目上では自身のみの采配では廃下への不知等を決裁できなかった時期に、朝廷の決裁を仰がず、頼朝が単独で部下の所領配分を行ってしまった。 ために来た騒動であり、頼朝はこの件を大変憂慮したと言われている。鎌倉の勢力と行動を共にしていた、頼津なら関東の武人たちは、名目上は朝廷に直接使える身であったとはいえ、実際には、源の頼朝勢の意向に従って行動しており、実質、朝廷の命令であってもそれに実行力を与えていたのは源の頼朝であったことから、一説によると、 よりつならは、よりともの意向に従い入る地にはおもむかなったとも、言われている。いずれにせよ、よりともの働きかけにより、よりつなは、早々に赦免され、同じく赦免された祖父、ともつなは出家して、下付けをはにて、隠居生活を送ることとなり、この時よりつなが、宇都宮家を継いだものと考えられる。よりともの死後、よりつなは、元年、1199年6月に、 要請した、頼朝の次女、乙姫の葬儀に行ぐし、その10月には、他の有力御家人と共に、梶原景時の編で景時乱階に参加している。元旧2年、1205年6月22日、畠山重忠の乱、畠山事件が起きる。この際、頼綱は、北条氏側に組みして、功を挙げた。しかし同年うるう7月、頼綱の姑に当たる、 牧の方と、北条時政が三大将軍、源、佐根友の殺を図った牧氏の変が発生し、翌8月には頼綱自身に、無本の権威をかけられる。8月7日、頼綱が一族老中を率いて、鎌倉三条を義士無本を企てているとの風文があり、北条義時、大江広元、足立影森らが、北条政子邸に合し,し、 小山智政を召し出して表議が行われた。その席で、大江広元は、頼綱の非道と将軍家に対する不忠について指摘し、小山智政に頼綱を追悼するよう主張したが、調整は頼綱と義理の兄弟であることを理由に、その追悼を断ったため、頼綱は鎌倉政長による追悼からは逃れられた。8月11日、綱は朝をして、 鎌倉政長に書状を送り無本の意がないことを陳述。その後の8月16日には、下屋において出家するに至った。この折、一族老中64人も出家したと伝えられている。8月17日、頼綱は、宇都宮を立って鎌倉に向かい、8月19日に鎌倉に到着、北条独創家に面会を求めるが一度は拒絶される。 そこで一族の結城智光を介して喧嘩見し、陳謝の意を表して、連神信房連生、自神亡連城とこし、慶佐賀野の小倉山六に世を設けて陰遁したと言われる。頼綱出家の後、頼綱のことはすべて幼少であったため、弟、宇都宮友成が、宇都宮家を代表して幕府に出資することとなる。寄綱はその後法然の弟子将空に指示したが、 憲法2年、1214年頃までには、鎌倉政庁の許しを得、5月には、恩城寺改修を拝命、参納者及び、拝殿の修復に努めている。浄土宗に帰還した頃より、その潤沢な財力をもって、京爪番や宇都宮、紀流などに念仏堂、祈を建て、その由緒は、現在もそれぞれ光明寺流、西宝寺、宇都宮、西岸寺、紀流。 正法寺として受け継がれていると言われる。憲法四年、二百十六年、寄綱が伊賀国民武将の寺頭を少子化姿がた両を横領していると、幸福寺の僧の部方が朝廷を介して、鎌倉政庁に訴えてきた、幕府の訴訟の範疇でないため記録書で示談された。上級三年、二百二十一年六月、上級の乱が起きたが、寄綱は鎌倉留守居を務め、 その功績から戦後、伊予国の守護職を与えられた。県庁二年、1250年3月、京の官員殿の改築に際し、その造営雑誌の西に風の当番となる。カロク3年、1227年に発生した、カ禄の放難の際には、延暦寺の僧兵から、法年の意外を守るために、連世、頼綱のほか、弟である、信を、千代ともなり。 ほは、東狙い、道弁、渋谷七郎などの出家者や六原丹内の武士団らと、共に、東山の法年病所から二村院までの意外移送の護衛に当たった。また、同族である藤原定家と信仰が厚く、娘をその嫡男であるため家に嫁がせている。ため家が安定元年、1227年品の国の治療国主になると、 東国の事情に明るい織綱が、定下、ため家親子の相談役とて、信濃国統治に関する助言を行っている。正元元年、1259年11月12日、京にて死去。享年88、その遺言により、京西山三古寺の昇空の墓の、側に葬られたとされる。現在、この前方寺のほか、栃木県宇都宮市西岸寺と、 同派がぐんましこちにも墓碑がある。よりつなは、父譲りで歌人としても優れており、同族である、藤原定家と親交を深め、宇都宮家壇を、京都家壇、鎌倉家壇に被験するほどの地位に引き上げ、これらを合わせて、日本三大家壇と言わしめる礎しずえいた。百人一種は、けの別荘小倉三荘に住まった折に、定家に選定してもらった。 和歌98首をその襖絵として飾ったことに始まると言われている。13代衆により綱の作品が多数収められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。